ここから解説の役割を説明させていただきます。実況の役割が今起きている事象を分かりやすく伝えるのに対して、解説の役割はプレイを分析し、理由や原因を分かりやすく説明することが求められています。中でも解説に求められている最大の役割は、プロの世界での経験に基づく特別な視点で試合を見ること。視聴者が見落としてしまうプレーやポイントを的確に伝えることです。また画面には映らない、事象ストーリーに気づくことができるのも解説ならではの役割です。ここにあるプロの世界での経験に基づく特別な視点っていうところがあるんですけども、これについては僕はガンバ大阪でプロとしてプレイヤーとしてやってきたので、特にポジションはディフェンダーセンターバックをやっていたので、センターバックとして当時どのようにプレーしていたかであったり、今のプレーはセンターバックのプレーはどうだったかとか、そういったことが非常に説得力を出せる部分ではあると思います。はい、次のページお願いします。解説の基本ガイダンスガイドラインというところで、それぞれ説明していきたいと思います。スタンスや表現方法というところでまずお話しします。中立なスタンスを意識して、特定の選手やチームプレーに対して過度なネガティブなコメントにならないように注意しています。常に中立的な視点でプレーの本質に言及してくださいというところがあります。
どちらか一方のチームの話だけはしないようにというところが一つポイントになります。は良いプレーだけを言うのだけではなくて、何がどう良かったかっていうところを、まあ、理由も含めて分かりやすく説明する必要があります。言い回しや表現の仕方はそれぞれ異なりますが、使い古された言い回しや同じ表現の繰り返しにならないよう、さまざまな表現を心がける必要が、あります。次に専門用語について説明します。すべての視聴者がサッカーや専門用語に詳しいわけではないので、誰にとっても分かりやすいコメントで伝えることを意識します。どうしても難しい用語を使わなければいけないシーンでは、必ず用語の意味を説明した上でコメントする必要があります。はい、次のページお願いします。次に中継の基礎知識っていうところでお話しさせていただきます。本番前に放送席の設備、機材に慣れておくことが重要です。機材は試合会場によって違うこともあるので、本番までにしっかりと使い方を確認する必要があります。またカメラ台数やカメラ位置を事前に把握して、それぞれの役割やリプレイアングルの順番を理解していくことで、次にどんな画面が出てくることが予測できるため、良い分析をすることにつながります。次にモニターの活用方法についてお話しします。
このモニターに関しては、この中継、解説をしている目の前に小さなこのモニターがあるんですけども、基本的にこのモニターには、中継を見ている視聴者の方と同じ画面が流れています。ピッチだけではなく、モニターにも目を配り、視聴者が今何を見ているかを把握します。モニターでリプレイが出ているときや、選手の顔が抜かれているときは、解説が積極的にコメントをする場面でもあります。はい、次お願いします。フォーメーションの紹介について説明します。キックオフの前に両チームのフォーメーションの紹介が、あります。システムの変更や戦術的な重要なポイントや、キープレイヤー、注目のマッチアップについて、試合の見どころを分かりやすく、説明することが、必要です。特に視聴者が試合前に気づいていないようなプロの視点でのポイントを提供することがとても重要です。視聴者は解説が試合前に指摘したポイントを意識して試合を見ることで、さらにサッカーを楽しむことができます。はい、次お願いします。次は試合中について説明したいと思います。解説は戦術的、技術的な目線でサッカーを見て視聴者に説明することが役割です。ファンサポーターとは異なり、ボールだけを追うような視点ではなく、ボールがどこにあるかを意識しつつ、ピッチ全体を見渡しながら解説する必要があります。解説のコメントの大部分は、今まさに目の前で起きている試合に関することですが、自身や
自身の経験や過去のエピソード等を加えることで、分析や解説がより説得力を増すことになります。bạn chắc phân ra cái thằng khác đấy em thử khi em mất về áo chạm thì là mất chạm vì cầm kiếm bà cùng cho cùng vô lên cái đó thế mình nó tiện chai lần thế nó vận tác nhưng thiết là đau từ là lần vận vận cho vận tác mình thấy nó như kia 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 châu ở cái phía sâu mình nhiều đưa ra cái xây nó bắt sao không nhưng không như thì lại thì là co anh chị ấy cho nó thấy cái khác biệt do bảo chui ở xong thì muốn làm khác biệt cái đấy là cô chào làm việc 今の部分に関しては先ほどお話した僕自身がプロのサッカー選手としてやってきたことで当時どのような気持ちだったりエピソードがあったかとか、まあ、そういったことも含めて話にこう厚みを持たせたり、少し広げるような話し方をすることも、中継の中ではあります。はい、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 chẳng khi là lương trong phần càng thiện lắm lương trong đang tại lương bắt đầu từ episode và xuất xa thì đưa ra trong thời bài cáp trong các mà châu bắt châu luôn từ châu đi tiếp theo được chia cùng hai người ở đó nào một thân bài trong bia lòng người ta việc làm thì bài tên lên chúng ta được năng và các ca ca từ châu từ từ xuất xa được chia episode và việc từ cổ lương phải được vận sau có những rất vui ao nhẹ はい、次に試合の展望についてお話しします。解説は試合中のプレーを分析し理由や原因を分かりやすく説明することに加えこの後どんな試合になるのかを予測して視聴者に期待感を与えることも重要な役割の一つです。và hai tôi đi thẳng căng cái bọn đại diện đó các anh bị ca thôi ca bị thiện đơn sao thiện ở vùng là bên trong cái cầm đó là ca ô từ lợi lên trên hay muốn hát là lên trên là sao ấy bạn kia lên trên trần thì trần 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 nghiền là nó cứ chăm bắt được thôi ca còn nào mua tôi còn hai ca ô của hai kia cho đó khám bị tiên đó là mẹ đi pin đi còn bạn đi được một kia nữa là hai ca cảm của nó mình bị bọn đại không từ đó từ đó cứ tai nã khi thấy biển chung試合前の展望はもとより試合中においてもそれまでの試合展開を考慮してこのあと両チームがどんなゲームプランで試合を進めるのか予測して視聴者に伝えます。nó chỉ được một là càng bộ do bao tiếp về cô trận tái như hiện tam ở bên cả là tới do bao tiếp bên này cùng cô trận tái nữa thì chắc như nhiều nhiều người mình tiếp đầu tiên à lo tam hạ đương ra là các trận tái tiên chỉ muốn ở đây để đến bốn quan cùng tục cùng bốn là hai là ngày thì chắc hết bản như tôi càng bị tiếp đến to cho nên họ tam nên chạy tài và ここでも自身の経験に裏付けられているとより一層説得力を増すことになります。và hai bên trong càng thiện càng bị quan càng buồn nữa bởi vì từ hà từ châu từ quảng thọ quảng phương như tua lại do càng bọn càng thiện càng buồn tâm tai của thu giao người mình chẳng hay như hai đặt châu nơi quảng thọ nhất là lo tiền và はい次お願いします。はいそうです。次はゴールについて説明します。ゴールが入った直後は実況がアナウンサーがゴールについてのコメントをしている間は、実況アナウンサーのための時間です。ゴールが入った直後は実況がアナウンサーがゴールについてのコメントをしている間は実況アナウンサーのための時間です。announcer và mẹ này thì hết đó tụi đi bọn nhà thay vái này con Rino lấy cái là co lấy và đây xuống đi tôi cho hai cái hai là đứng nhưng nhà thì thiệt tôi cả ca thôi nhà thay vái ca tôi đi ca thay vái bật bật kế. その後ゴールリプレイが流れて解説の時間になるのでそれまではコメントを控えます。
視聴者はゴール後の選手のセレブレーション、リアクションやパフォーマンスを楽しみにしているので、そのパフォーマンスの映像上での解説のコメントはなるべくしないようにします。はい、次お願いします。次に、リプレイについて説明します。リプレイはとりわけ、ゴールリプレイは解説の一番の見せ場ですので、実況はリプレイ上でコメントはしません。解説はリプレイでの視聴者が見落としてしまうプレーやポイントについて解説ならではの視点で的確に伝えることを意識します。なお、ゴールリプレイは初めの1、2アングルは全体を映し出したものであることが多く、その後フィニッシュの様子やフューチャーしたアングルが出てきます。映像にマッチした解説をするように心がける必要があります。時間の空け方について説明します。視聴者にコメント抜きでスタジアムの雰囲気や歓声を味わわせることもすごく大切なことです。時にはコメントなしで試合展開をありのままに見せ、中継映像にストーリーを語らせることも重要です。次、スタッツについて説明します。このような画面で、スタッツが出てくるんですけども、ハーフタイムや、試合終了後のチームスタッツ、個人スタッツに実況と解説が必ず触れ、データで試合を分析します。
ទុតប្រមាណបាទទុតចាំគោលដៅប្រមាណមានផុនទ័រប្រមាណមានការទីម៉ាក់ម៉ាក់អញ្ចឹងគឺជាឱកាសដែលអ្នកវិភាគហ្នឹងចេញការវិភាគរបស់ខ្លួនឲ្យថាបានល្អពេលហ្នឹងហើយបាទはい、次お願いします。ここから解説の準備として、まあ、僕自身が、解説を行う際に毎回行っている、試合前の準備を、どのような準備をしているのか説明したいと思います。បានមកការពួរការឡើងបានទីខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកអភិបាលអ្នកអភិបាលស្ថាប័នទីខ្លួនយ៉ាងម៉េចបាទ対戦チームの試合を視聴し、分析、先発メンバーの予想、戦術、チームの戦い方の確認、選手の特徴、怪我に出場停止の選手の確認、チームのデータ、選手個人のデータ、試合展開の予測、競技規則の確認などを行い、まとめていきます。バッチャンビンチュブラクランガダイフォーカーガンハーサーチュートカハイウィンハータープロムチェチテタンコロンビニャンダーギンフォーカープロマムタコロンビニャンハチェタケラコスターティングメンバーナクラチェムンデンチャプタースターティングエレメントボーマーデンナケラコーギンフォーカーハイハイムギンタンコロンビニャンディケラコーロムデナクラハイサーチュートカハイ私が行っている準備としては、ホームチーム、それからアウェイチーム、合計6試合を視聴し、戦い方の分析や選手の特徴を把握する作業をしています。はい、次お願いします。これはまあ J リーグ側から支給されるデータをもとに戦術の確認や選手の特徴をまあ理解することができます。まあ1番、2番、3番、4番とあるんですけども、それぞれまあ順位だったり勝ち点、勝ち、引き分け、負け、得点、失点、得失点差、あとはまあ得点の90分換算の得点であったり、失点であったり、90分換算の失点、シュート、シュートを打たれた数、フリーキック、コーナーキック、警告などが、まあ、1番のところでは表示されます。2番は順位の推移、当該試合前時点での順位の推移が表示されます。3つ目はプレビューですね。当該試合の予想フォーメーションであったり、プレビュー情報が表示されます。どのような試合を予想できますというところが情報としていただくことができます。4つ目は前節。当該試合の対戦相手の前回対戦時の試合データ、フォーメーションマッチレポート。
が表示されます。はい、次のページお願いします。次に5番目がコメントについて、各選手が、まあ、コメントをこの試合に対して出している部分に対して、僕たち情報を得ることができます。6番目は練習のレポート、トピック、ニュースリリース、当該試合に対する各練習のレポート等が、6番目のところで見れて、こういうフォーメーションで、トレーニングが行っていましたとか、怪我人が誰でがいますとか、そういったことが、まあ、事前に情報として入れます。はい、次お願いします。これは選手名鑑って言って、各チームの選手の詳細についても情報を得ることができます。まあ、ポジションだったり背番号だったり名前、生年月日、身長、体重、利き足、出身、出場、まあ、得点、この選手の紹介文等についての表示があります。はい、次お願いします。まあ、ここは怪我人だったり、まあ、離脱している選手のリストが、まあ、表示される部分です。まあ、いつ怪我したのか、どこを怪我したのか、試合メンバーとか、先発に入ってない理由は何なのかっていうところが、情報で得れます。はい、次お願いします。これについてはこれまで行ってきた、まあ、そのシーズンの全部の試合の情報が得ることができます。すべての試合の日付、天気、怪我人、フォーメーション、登録メンバー、得点者、得点時間、警告、退場、交代時間、交代選手、まあ、その他、まあ、様々なデータが得ることができます。はい、次お願いします。これについては、各チームですね、チームごとに、さまざまなデータが得ることができます。チーム内で得点の
まあ、ランキング、チーム内のアシストのランキング、チーム内シュート数のランキング、チーム内出場試合数のランキング、チーム内得点パターンのランキング、アシスト、得点というところ。はい。画面の一番右下にあるのは、得点の時間帯、失点の時間帯についても、15分ごとに、例えば試合開始から15分までの得点は何点入ったかとか、15分から30分までは何点入ってるかとか、まあ、そういった細かい、得点の、この時間帯に得点が決まってますよっていうようなところも、表示されたり、あとは逆に失点の時間帯についても同じように表示されます。បាទអញ្ចឹងការតាមដៃរបស់យើងគឺបង្ហាញអំពីតារាងអំពីថេឡាពេលវេលាដែលសុចូលប្រព័ន្ធបានឬក៏ពេលវេលាដែលប្រព័ន្ធប្រពៃម៉ាក់អញ្ចឹងយើងមានតារាងទៀតថាក្រុមមួយហ្នឹងវាច្រើនពីចាប់តាមរបស់ក្រុមនេះទៅដល់របស់បានហើយមួយទៀតវាចន្លោះពី15នាទីទៅ30នាទីទៅដល់របស់បានហើយនឹងមានដែរពីរបស់របស់ចឹងដែរក៏មានថាសមត្ថភាពនឹងទៅពីដែរបាទ一番下のところはセットプレー、例えばコーナーキック、フリーキック、PK とかの、まあ、セットプレーでの得点は、総得点中何点ありますっていうところとか、逆に総失点中、セットプレーでの失点が何点ありますっていうような形で。はい。រងរងតាមតាមរយៈសិនផ្លែដែលមានពីប៉ុណ្ណឹងពីហើយនៅពីនេះបានប្រហែលគ្រាប់ព្រៀងពីជំនួយគ្រាប់ប្រហែលគ្រាប់មានប្រហែលដែរដូចជាដែរព្រោះដែរការប្រមូលបាល់ឲ្យតាមពួកសិនផ្លែហ្នឹងមានប្រហែលដែរអញ្ចឹងបាទはい次お願いします。これは、J リーグの各チームのランキングでリーグ全体でさまざまなチームランキングが、まあ、データで見れるのでチームの戦い方にどのような傾向があるか、まあ、把握できます。1個だけちょっと書き出している黄色の枠のやつはパスの数っていうところでの各チームのランキングです。1位が横浜 F マリノスっていうチームがいるんですけども、そのパスの総数が 22,687 本のパスをつないでいます。そのうち成功率が83.5% ありますっていうような表示をされています。その下が川崎フロンターレっていうチームがいるんですけども、そこのパスの総数は24,404本のパスがつながっていて 83% が成功しますっていうデータです。はい。1位が横浜 F マリノスなんですけども、2位が川崎フロンターレっていうチームがいるんですけども、そこのパスの総数は24,404本のパスが、行われて、そのうち 83% の、確率で成功していますっていうデータです。バッジャミンさん、トロンピンピンクトロンカバスキーフロンターレ
và hãy cho tờ tờ thu cam như ba ban pin mới bốn rồi bốn hay tập đoàn chơi chơi ba bảy tới bây giờ この両チームに関してはこれだけを見てもしっかりとこうパスをつないで、相手コートに侵入していくサッカーっていうところがこのデータを見てもはっきりと分かります。はい、次お願いします。次は各選手のこのランキングがリーグ内でのランキングの上位の選手が、まあ、把握できてデータをもとに中継内でより説得力のある解説が行います。右に書き出しているのが、クロスの、まあ、順位ランキングが書き出してあります。1位が金子選手、コンサドーレ札幌に所属している金子選手がクロスを151本、上げて成功率が 24.5% 成功していますっていう数字が出ています。こういった選手の情報をまあ把握することで、例えば解説の時に、金子選手は、クロスの数が、リーグのトップでっていうことを中継の中で話することで、より金子選手の特徴を視聴者の皆さんに分かってもらうことができると思います。はい、次お願いします。次は、まあ、競技規則の確認、まあ、ルールの再確認や変更について、まあ、しっかりと試合前に、もう一度こう確認を行って、まあ、ルールをしっかりと理解した上で中継に臨んでいます。特にハンド、オフサイド、最近では J1 では VAR、まあ、イエローカード、レッドカードについては、まあ、特にハンドとかオフサイド、VAR のところに関しては、少しまあ変更等もあったりするので、しっかりとこう勉強しながら、中継に臨んでいます。はい、次お願いします。今ご説明した映像を見て、それからいろんなデータを見ながら、自分なりにこういったノートに
いつも僕はまとめるようにしています。左がホームチームの情報、右がアウェイチームの情報という形で、ノートにまとめています。具体的にはフォーメーションだったり、先発の予想だったり、あとはチームの戦い方だったり、あとは、まあ、個人のデータですね。さっきお話した金子選手がクロス、リーグトップとか、まあ、そういった特徴を書き出したり、あとは選手のプレーの特徴だったりっていうところを含めてこのノートにまとめています。はい、次お願いします。はい、あとはこういった形で、基本のフォーメーションの予想と、あとは、フォーメーションをこうマッチアップさせた際に誰がどの立ち位置になるか、どの選手とどの選手が、試合中マッチアップして対戦をする回数が多いかとかっていうところを含めてこういった資料を用意しています。はい、次お願いします。はい、試合当日に関しては、試合開始2時間前に会場入りして、スターティングメンバーの確認やフォーメーションの確認をします。バッチャン、ゴルジョンの最初に行くことも最初に行くことも比如呢，chúng tôi muốn ca trong một trái đến phi màu, muốn ca cũng được phi máu, muốn thấy chúng tôi mình đặt mơ ca đó thì là con thì vẫn là vui nhất là bố cũng phải ca và formation như thế vậy và中継のスタッフと打ち合わせを行って、まあ、注目選手の選定を行います。và thấy trong ban bên trong tiếp viên chúng ta chung trên thì bốn năm ca ca đấy và con ca nghĩa hay như それぞれのチームの現状や、まあ、順位、戦い方の特徴や選手の特徴を、実況、まあ、アナウンサーと、解説の私で共有します。左側にある中継のタイムスケジュール等を、まあ、確認します。その後中継開始に備えます。はい、次お願いします。試合開始10分前に中継が開始されます。じゃあ、これでもう一回プロモチャイチャプナーを聞いておくと、会社
右下にある順位表などを見ながら、この試合の展望を行っていきます。はい、次お願いします。ピックアップした注目選手を、まあ、解説します。今回ピックアップした、まあ、彼らが果たす試合中の役割や彼らのプレーの特徴などをお話しします。先ほど少しお話しさせていただいた選手のデータも取り入れた、まあ、お話もさせていただきます。はい、フォーメーションによる戦い方や展望を解説します。ここにあるのは、ガンバ大阪の、試合の映像なんですけども、システムでいうと後ろに、ディフェンダーの選手が4人いて、ダブルボランチに、2人がいて、その1個上にミッドフィルダーの選手が3人いて、でフォワードの選手がワントップで1人いる、4-2-3-1っていうフォーメーションで戦うっていうことを説明したり、はい、まず。まあ、じゃあ、セットのフォーメーション、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 なぜこの 4-2-3-1 っていうフォーメーションを採用したかっていうところとか、あとはどのようにして相手に対して得点を奪いに行くか、そういった展望もお話しします。はい、次お願いします。試合開始から試合中というところで、お話しします。ここに関しては先ほども少しお話したんですけども、戦術的技術的な目線でサッカーを見て、まあ、説明するというところです。試合を見ながらですけども、ここで、まあ、用意した右側にある自分で用意したノートと照らし合わせながら選手の特徴とかも伝えていくことをしています。
特に試合開始直後は両チーム同士どのような戦い方の意図があるのか、そういったことも含めて、お話ししています。はい、次お願いします。試合中のプレーを分析し、理由や原因を分かりやすく説明することに加え、この後どのような試合になるのか予測して視聴者に期待感を与えることが重要な役割の一つです。これは先ほどお話した部分と、同じになります。はい、次お願いします。これも先ほどお話したリプレイの話なんですけれども、得点の後、特にリプレイが出た後、解説が一番重要な役割を担っているタイミングでもあるので、どのようにその得点が決まったかっていうところを、よりプロの視点からご説明させていただいている部分ではあります。ここから、映像の方を僕の方で出させていただいて、僕が実際に、解説している様子を見ていただきたいのと、どのような解説をしているかっていうのを映像を見ながら皆さんに説明させてもらいたいと思います。リングで、荻原がこう上がってきましたし、はい、宇高のこうダイレクトのパスも行きましたね。シュート左足で、自分の得意な足、振り切って、少しロメロブランク当たってるかもしれないですけど、ね、コース、良かったですよね。今の聞こえてましたか？はい、聞こえます。あ、はい。まず、この得点が、決まって、京都に来て、そしてその力を誰もが認める存在。いや、奪ってから早かったですけどもね。最初僕が言ったのは、これ聞こえてますよね、今。はい、聞こえます。はい。京都がボールを奪ってから、シュートまで早かったですよねっていうことを喋ってます。はい。中央宇高からですけど、中央のフォワードの宇高選手っていうアフリカ人の選手がいるんですけども。そこからパスが出たっていうことを話しています。で途中で、なぜこの左サイドのスペースができたかっていうことも、説明しています。はい、この中央にいる、この選手は松田っていう選手なんですけども、松田選手が、左サイドのポジションなんですけども、この中のポジションに移動してきたことでこのスペースができましたよねっていうことを解説しています。
けどもね、町田がこう長い流れたことで、まあ、サイドのスペースを空けましたよね。まあ、そこにタイミングで、まあ、でそのできたスペースに左サイドの選手が、タイミングよく上がってきましたっていうことを話しています。そして最初言ったこのセンターフォワードのアフリカ人選手のウタカ選手がワンタッチダイレクトでパスを左サイドの上がってきた選手に出すんですけども、このダイレクトのパスもすごく効果的でしたよねということを話しています。ギャラがこう上がってきましたし、はい、ウタカのこうダイレクトのパスも行きましたね。まあ、シュート左足で、あとはシュートを打った選手、荻原選手っていう選手なんですけども、この選手は、左サイドバックで、左利きの選手です。でシュート技術に関しても、解説している状況なんですけども、荻原選手の得意な左足っていうところを、解説で、入れてます。はい、自分の得意な足、まあ、振り切って、まあ、少しロメロブランク当たってるかもしれないですけどね、コース、まあ、シュートの時の状況なんですけども、荻原選手の左足、得意な左足っていうところを伝えて、ディフェンダーで戻ってきた、相手チームの選手の足に当たっているけど、逆サイドのネットに非常にコースも良かったっていうことを、解説しています。良かったですよね。まあ、京都のこうショートカウンターというのが、ね、ここもハマりましたね。今コメントでは、京都サンガっていうチーム、ボールを奪ってから早く攻めるのがすごく得意で、まあ、前線からプレッシャーに行って、相手のボールを奪ってショートカウンターゴールまで一気に攻め切るっていう、プレーがすごく得意なチームなので、そういった京都の狙いが、まあ、この場面もハマりましたねっていう、うまくいきましたねということを説明しました。次ちょっと試合の場面なんですけども、ヴィッセル神戸とコンサドーレ札幌の試合の得点シーンで、ちょっと説明したいと思います。まあ、期するものがあるとは思います。フェルマーレン相手を寄せながら、飯倉ロングフィード、武藤を狙います。菅と武藤うまく入れ替わって
中に中坂、大迫、中坂に出したシュートだー、先制点は神戸、中坂の8試合ぶりのゴールが決まりました。三浦監督ガッツポーズ。いやほぼチャンスはね神戸ここまでなかったですけどね、はい、これもさっき同様に、普通の、プレーの際は実況アナウンサーの方がほぼ、試合の状況を説明していると思うんですけども、ここからリプレイが入ったタイミングで解説者の僕が話を始めます。最初ゴールキーパーからの、ロングボールでしたよねっていうことを話しています。今話したのは、このドリブルで運んでいく選手が武藤っていう、選手なんですけども、この選手はフィジカルが、強いので体の強さが、今発揮されましたよねということを話しています。ドリブルで運びながら、中の状況を見て、武藤選手がこうドリブルで運びながら中の状況をしっかりと把握していたっていうところを、話しています。押し込んだことでマイナスのところをしっかりと入ってきた中坂、ドリブルで、相手陣内に押し込んだことで、相手のディフェンスラインが、自分のエリアに押し込まれたということを説明しました。で押し込まれたことで、シュート技術に関しても、しっかりと抑えることを意識した、このディフェンスラインの前のこのマイナスエリアっていうんですけども、そこが空いたっていうことをまず最初に説明しています。そのエリアにタイミングよく入ってきた、得点した選手が中坂っていう選手なんですけども、中坂もそのタイミングよくマイナスのところに入ってきましたっていうところを説明しています。サイドですよね。あとはこの中坂選手がどういったことを意識してシュートを打ったのかっていうところで、ボールを浮かさないようにしっかりと抑えることを意識した、インサイドキックで逆サイドのネットに流し込む、流し込んだっていうことを、説明しています。インサイドでああいうかロングボールで、武藤の体のこう強さというところが、いきましたよね。ドリブルで運びながら、中の状況を見て、押し込んだことでマイナスのところを、しっかりと入ってきた中坂。
まあ、シュート技術に関しても、まあ、しっかりと抑えることを意識した、まあ、サイドですよね、まあ、インサイドで逆サイドのネット、まあ、素晴らしいシュートでしたね。そうですね、まあ、やはりこう前線からプレスが来ている中でのこう剥がし方っていうところで、まあ、シンプルですけども、まあ、しっかりと神戸の狙いがはまった得点と言っていいでしょうね。最後の部分に関しては、神戸と対戦しているコンサドーレ札幌のこう戦い方として、前線から、ハイプレスをかけて相手のボールを奪いに来るっていう戦い方に相手チームは特徴がありました。でその神戸に関しては札幌の戦い方をこう理解した中で、相手のこうプレッシャーをどのように回避して前にボールを運んでいくかっていうところで一つの戦術作戦としてゴールキーパーからロングボールを、まあ、シンプルに使って、そして前線のこうタレントの能力を生かすような戦い方っていうところもうまくしっかりとこう狙いを持って得点まで行きましたねっていうことを話しました。最後もう一つ、映像を見てもらいます。レアンドロにとっては非常にいい距離いい位置でのフリーキックということになりましたよね。そうですね、まあ、縦回転のボールももちろん持ってますし巻いて落とすという、ね、ボールを持ってますからね、はい、これは、まあ、流れの中ではなくてセットプレーフリーキックの場面なんですけども、はい、チームは FC 東京というチームが、まあ、フリーキックを蹴ろうとしています。FC 東京のブラジル人のレアンドロっていう選手が今フリーキックをおそらく蹴るであろう状況の中で、これから解説をしています。では非常にいい距離いい位置でのフリーキックということになりましたよね。そうですね、まあ、縦回転のボールももちろん持ってますし巻いて落とすという、ね、ボールを持ってますからね。今僕が、コメントをしてるんですけども、レアンドロ選手の、まあ、フリーキックの特徴を、話しています。縦にこう落とすようなボールだったり巻いてこう落とすようなフリーキック、まあ、いろんなキックの種類を持った選手なので、そういったことを解説しています。បាទអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំក៏បានធ្វើការបញ្ចូលបន្តទៀតថាកីឡាករ Freddie Rilo ហ្នឹងអាស្ទីលសុខ Freddie របស់គាត់មានច្រើនណាស់គាត់ហ្នឹងប្រកែថាមានស្ទីលច្រើនបាទមានអាហ្វុតបាល់ទៀបមានអាហ្វុតបាល់តលាក់នឹងមុខប្រចាំទីជាដើមខ្ញុំមិនយល់ចិត្តថាថានឹងអាយុយូរទៀតនេះទៅតាមបានយល់ហ៎ហើយこういったまあプレーの前の説明に関しては先ほどちょっと説明に入った視聴者の方々がどんなプレーをするんだろうというところを、まあ、想像してもらうために必要なことでもあります。
chắc đang không mãi không mãi lại cái nào cũng chuẩn bị cho mình để tới đấy để lát vào buổi chiều và過ぎた場面、非常に重要なシーンを迎えています。ご覧の位置、まあ、角度的にも、まあ、右足で狙いやすい角度だと思いますし、はい、まあ、距離のところも、まあ、組めて、まあ、狙いやすい、まあ、距離でしょうね。そうですね、あのはまあ右足で、おそらくレアンドロ選手は、シュートを打とうとしているんですけども、右足で打つにはいい角度、いい距離っていうところを少し解説で話しています。このフリーキックの時に少し意識したことがあります。あまり、解説で話しすぎずに、少し説明のところでもあったこうスタジアムの雰囲気とか、選手の声なんかもマイクを通じて聞こえてくるので、そういった雰囲気を、視聴者の皆さんに、感じてもらう、っていうところも含めて少し、解説の話す頻度っていうのを控えているような場面でもありました。長井と三田が指示を送っています。すごくゴールキーパーがどのような指示を出しているかっていうのはマイクを通じて聞こえてたと思うんですけども、こういったこともすごく視聴者の皆さんが、まあ、求めているというか、理解してもらえる部分だと思うので、はい、まあ、少し僕が喋るのは控えているような状況です。さあレアンドロとキム・ジンヒョンの勝負。決まれば同点です。大事な場面ですね。そうですね。レアンドロだ。芸術的な右足が決まりました。FC 東京同点。いやー、キム・ジンヒョンもよく反応はしたんですがね。そうですね、まあ、キム・ジンヒョンは基本的に、まあ、壁を作らせて、まあ、自分のこうボール飛んでくるコースではあったと思うんですけどもね、はい、ここでまあ僕解説してるんですけども、まあ、どういったことを話しているかというと、まあ、レアンドロ選手が、右足の角度でこういった、まあ、弾道で軌道でおそらくキックを蹴ってくるっていうことを予測しながら、このキム・ジンヒョンというゴールキーパーは、
こちら側に、壁を作って、こっちの、まあ、こう画面上左サイドのこうエリアは、シュートを決められないようにここに壁を作ったと思うんですよね。はい。でこのゴールキーパーのキム・ジンションが予測した通りにこのボールが飛んできたんですけども、ゴールキーパーのキム・ジンションは反応が少し遅れてレアンドロのこのフリーキックが決まったシーンでだったんですよね。僕は選手がこの壁の少しこの前に FC 東京の選手が、まあ、立ってるんですけども、はい、この、セレッソ大阪の、選手の前に立ってる FC 東京の選手が、キム・ジンヒョンが、まあ、ボールがこう見えないようにそこにこう立って、キム・ジンヒョンの視野をこう防いでたっていうことを説明しました。なので一瞬キム・ジンヒョンは反応が遅れて、ゴールが決まりましたっていうことを解説しました。芸術的な右足が決まりました。 FC 東京同点。キム・ジンヒョンもよく反応はしたんですがね。そうですね、キム・ジンヒョンは基本的に壁を作らせて自分のボール飛んでくるコースではあったと思うんですけどもね、はい、一瞬 FC 東京の選手がセレッソの選手の壁の前に立ってるんですけども、そこでキム・ジンヒョン視野を、ね、確保できなかったというところも言えるかと思うんですよね。なるほど、それで一瞬 逆に、逆に一瞬、捉えたところで、まあ、ボールが飛んできましたから、はい、少し反応が遅れましたよね。そうですね、ただ素晴らしい、素晴らしいですね、フリーキックでしたね。まあ、レアンドロの、このフリーキックは、まあ、素晴らしかったのはあるんですけども、実際なぜあのようなゴールが決まったかっていうところで言うと、まあ、今のような壁の状況だったりキム・ジンヒョンゴールキーパーの視野がこう確保されないような、FC 東京のうまいこうフリーキックの準備された形だったので、その辺も踏まえて、解説をしました。はい、映像の方は以上なので資料をもう一度、はい、お願いします。ここに関してはハーフタイム、まあ、試合後にスタッツや試合データを元にした試合の説明というところで、
ハーフタイムと試合後にはこういったチームのスタッツ、シュート数だったり、枠内シュート数だったり、ボール支配率だったり、まあ、いろんな、まあ、チームのスタッツが出たり、あとは平均ポジション、アタッキングサイド、どちらのサイドを、多く活用したのかとか、あと、プレイエリア、まあ、いろんなこう、スタッツが出るので、これを見ながら、まあ、試合を説明します。Bạn chắc mà những cái tàu tầng cao kia từ xe đề bình chắc những cái nhà xe đề tài tên miền hai mà việc là các môi trường nào nâng miền position mà không có ba mà chơi đôi bên ơi hay giúp ban mà chơi giúp phong phố đang mà chơi và hay giúp trong một bọn nào ra chiên ba mình được bán nhà hàng là cái gì của các hàng là chiên được cái trong Việt Nam sẽ là bạn次お願いします。試合後はこうハイライト映像で試合を振り返りながら解説をします。で、今日の試合はこういう形でしたよねとか、こういう予想がされましたけども、また違った展開になりましたねとか、まあ、そういった形で、試合の解説をします。はい、次お願いします。まあ、帰宅後改めて試合全体を見て、解説時分かりやすく具体的にプレーの説明や戦術の説明ができていたかというところを、まあ、僕自身振り返ります。ホームアウェーどちらか一方のチームの方に、まあ、重点を置いて解説になっていなかったかを確認します。まあ、ゴールのシーンでは、まあ、コンビネーションや、まあ、シュートのスキルに対して、まあ、具体的に解説できていたかを、見直します。客観的に自分の解説を分析して課題を改善して次の解説に、まあ、生かしています。はい、次お願いします。最後に、まあ、多くの皆さんにより分かりやすくサッカーの本質を知ってもらい楽しんでもらうことが解説者としての役割と認識しています。それが J リーグそして日本サッカー界への貢献にもつながると信じています。ជាបានជួយដល់អារម្មណ៍ល្អ
カンボジアの国内でもスポーツ中継のクオリティが上がり、多くの国民の皆さんがスポーツ中継を視聴する機会が増え、画面を通じても感動体験できる社会が形成されることを願っています。少し長くなってしまったんですけども、僕の方から解説者としての仕事というところでお話しさせていただきました。本日は以上になります。ありがとうございました。Thank you.